皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。ついにね、 iPhone15 シリーズが発表になりました。購入をね、決めてる方、今ねワクワクされていると思いますけれども、多くの方がね iPhone 購入と同時にケースもね購入されると思います。ところがね、このケース選びが迷うんですよね。たくさんありますからね、まあその迷うのも楽しいんですが、そういった時にですね、ケース選びの参考にしていただきたく、この動画をね撮っております。今回はですね、おすすめの iPhone ケースを紹介していくんですけれども、ケースコーさんからレビュー用に提供していただいているこちらの2つですね、 iPhone15 Pro 用のケースになるんですけれども、この2つね、以前うちの動画でも紹介したこのケース、これ14 Pro 用なんですが、これの後継機という形になります。ですので実際に僕はもう長く使ったものの新しいバージョン、15 Pro 用ということなので、どんなところがおすすめなのかというような点もね紹介していきたいと思います。なおね、今回紹介するこのタイプ、スタンド機能のついているタイプのケース以外にも、非常にシンプルなベーシックなタイプのケースも別動画でね紹介しておりますので、そちらもね合わせて見ていただいて参考にしていただけたらと思います。それではね始めていきましょう。はい、それではね、ケースコーさんの iPhone15 Pro 用のマジックスタンド機能のついたケースを開封していきます。でまずね、パッと見もうお分かりだと思うんですが、パッケージがね変わりましたね。こんなパッケージ、ギミックがついているパッケージに変わりました。面白いなこれ。でまあ開けていくんですけれども、まずこちらがですね、多分クリアタイプだと思うんですが、あ、そうですね。で一応同梱物としてはいつものケースコーさんのステッカーだけかな。ちょっとデザインがね新しくなってますけれども、ステッカーが入っております。でケースを開けていきますけれども、オープン、じゃじゃん。おお、やっぱケースコーさんのクリアケースってめっちゃ綺麗ですよね。透明度がすごく高いです。でちょっとね、ざっくりと見ていきたいと思いますけれども、先ほどね、言ったようにこちら14 Pro 用のケースコーさんのマジックスタンド機能のついているクリアケース、約ね8ヶ月ほど使ったんですけれども、これの後継機になります。で若干デザインがね変わってますね。細かいところ変わってるように思います。でまず目につくのがこのスタンド部分なんですけれども、この色がね変わってますよね。14 Pro 用のものはこのシルバー、アルミの色だったんですけれども、こちらは白くメタリックかな、はい、塗装してくれております。でまた形状もちょっとだけ変わっていて、ここですね、この爪を引っ掛けてこう引き出すところのこの切り欠きなんですけれども、これが新しいものの方がちょっとこの切り欠きの幅が広がっております。これは細かいけどもいい改良ですね。っていうのはこの切り欠き部分がスタンドとして使う時に天板に設置する部分なんですよね。ちょっと見えにくいですけども、なのでこの幅が広いほど安定するんですよ。ほんの少しですけれども広がっている、これはねなかなかいい改善点だと思います。はい、あとねちょっと基本的なデザイン見ていきたいと思いますが、まず背面に向かって左側ですね、こちらにケースコーさんのロゴ、そしてちょっとちっちゃくて見えにくいんですが、マジックスタンドというね表記がされております。でまた反対側面ですね、下の方にはストラップを取り付けるための穴が開いております。はい、で一旦ねちょっと置いておいて、こちらですね、もう一つの方も開けていきましょう。はい、オープン、じゃじゃん。まあ入ってるものはね同じですよね。はい、こういうステッカーが入っておりまして、ではケースを見ていきましょう。これはちょっとブラックタイプかな。はい、オープン。はい、おお、これも綺麗ですね。まあ後で触れますけれども、ケースコーさんのねこういうブラックなマットな仕上がりのケースもね結構いいんですよ。僕もね一時期気に入って使っていたんですけれども、また同じようにちょっと見ていきたいと思いますが、多分ねクリアタイプとデザイン的にはほぼ同じだと思います。背面に向かって左側、下の方にケースコーのロゴが入っていて、ただマジックスタンドの表記はないですね。それから反対側面、ここにストラップ用のホールがあります。
で、あとはね、基本的には同じで色違いということになると思うんですけれども、このマジックスタンド部分の金属製のところ、ここはですね、クリアタイプのものが滑らかなメタリックの白に対して、こちらは艶消しのメタリックの黒っていう感じですね。で、開けてやるとこんな感じで、ブラックタイプのものはこの背面、リングの背面も黒になっております。ここはね、まあ、こういうふうに立てた時に見えますので、統一感があってね、いいですよね。ちなみにこのクリアタイプのものの場合はこれね、シルバーなんですよ。ここも白にした方がいいんじゃないかなと思うんですが、まあそれは置いておきましょう。はい、あとね、重さを測っておきたいと思います。まずクリアタイプのもの 41g ぐらいですかね。はい、それからブラックですね、こちらがちょっと重いんですね、 42g になっております。まあ両方ともですね、 40g ちょっとということで、まあこういったね、スタンド機能がついたケースとしてはまあまあ軽い方かなというふうに思います。はい、ということでね、2つ開封し終わりましたけれども、実際にですね、 iPhone を装着してみたいと思います。といってもね、 iPhone 15 Pro が手元にあるわけではなくて、実はこちらですね、今回ケースコーさんから iPhone 15 Pro のモックアップをいただいておりますので、これを装着してね、実際にケースを取り付けた場合どんな感じなのか、ちょっとねお見せしたいと思います。はい、今回ケースコーさんからいただいた iPhone 15 Pro のモックアップなんですが、まあこれがね、よくできてますよね。またちょっと別の機会があったら細かくお見せしたいと思うんですけれども、これ取り付けていきたいと思います。で、まずクリアケースなんですけれども、よいしょ、はい、取り付けてみた感じね、こんな感じです。うん、いかがでしょうか。まあ綺麗ですね。で、 iPhone を保護するケースとしての基本的なところ、ちょっとね見ていきたいと思いますけれども、まずですね、このケース、側面部分見えるかな、こういう四角く何か見えてますよね。これね、確か U-Air とケースコーさんは言っていたと思うんですけれども、このね、四角く見える部分がこれ隙間なんですよ。ちょっとね薄くなっております。で、これを作ることによって iPhone とケースの隙間ができて、角から落下した時に衝撃を吸収してくれるんですよね。そういう工夫がされております。で、また画面部分、土手の部分ですね、これだけ高さがありますので、まあ、iPhone をねこういうふうに置いてもテーブルとね擦れて傷が入るということはありません。で、さらにここですよね、 iPhone 15 Pro の場合やっぱりね、カメラが気に入って購入される方多いと思うんですけれども、この出っ張ったレンズ部分、今回ね15 Pro ものすごくレンズがさらに出っ張りましたので、ここが気になるところなんですが、少しねこのレンズよりも土手が高くなっておりますので、まあよくこういうふうに iPhone 置くと思うんですけれども、机の天板とねレンズが擦れて傷が入るということもありません。また、スイッチ周りですね。で、今回特に変更になったのがここなんですけれども、このボタンの押し具合も悪くないですし、はい、底面のスピーカーやマイクの穴、そして USB Type-C ポートの穴ですね、ズレ等はありません。まあ、非常にねよくできている、基本的には iPhone をねしっかり守ることができるケースになっていると思います。はい、次にねブラックタイプに装着してみます。で、このブラックタイプは今回 iPhone 15 Pro シリーズカラーバリエーションでいうと、まあ、白以外のモデルの方が多分合うと思うんですよ。ですが、まあ、白もね、実際僕13 Pro の時に白い iPhone にケースコーさんの黒いケースつけて使っていましたので分かるんですけれども、黒いケースに白い iPhone、 これもね結構合うんですよ。ちょっと見ててくださいね。はい、こんな感じでですね、そんな違和感ないでしょ。で、むしろこのレンズ周りの白がポイントになって結構ねかっこいいんですよ、うん、ただしですね、ここ背面部分のところリンゴマーク見えません。なぜかというと、このスタンドを収納するためにその分ここ分厚いんですよ。なので残念ながらアップルマーク、リンゴマークは消えてしまうんですけれども、白にブラックも結構合うなというのをお分かりいただけると思います。で、このケースもね、 iPhone を保護するという点の、まあ、基本的なところを見ていきたいと思いますが、先ほど見ていただいたこの四隅の隙間ですね、衝撃を吸収するための工夫、これもこのブラックタイプは
搭載しております。そしてレンズ周りですね、ご覧の通りレンズよりも少しね立ち上がっておりますし、あと画面側もこういう風に結構ね土手が高くなっております。でボタン操作に関してはねもう全く問題ありません。こういったね底面のズレもないですよね。はい、ということでこの黒いモデルにしてもこのクリアタイプの透明のモデルにしてもですね iPhone を守るという点ではね問題ありませんし、十分な性能を持っていると思います。で最後にですねこのクリアタイプのケースとブラックタイプのケース、このね両方のメリットをご紹介していきたいと思います。はい、まずね今回ご紹介しているケース、クリアタイプブラックタイプ両方に共通する部分からご紹介していきますけれども、このスタンド部分ですよね。一番特徴があるのはこのスタンド部分です。マジックスタンドというふうに呼んでいますけれども、先ほどからちらちらと出てきてますが14 Pro 用のこのタイプのもの、長らくね僕は使ってきました。でこのスタンドがどういったものなのかっていうのはね、そちらの動画を見ていただいても分かると思うんですけれども、まあ、要するにねこういうふうに引き出して置くことができますよと。でしかもこれ金属ですので、マグセーフのこの磁力でくっつくのをさらに強力にしてくれますし、当然ね充電もできます。これつけたままで充電器つけることができるんですよね。普通ですね、リング状のもの、こういったものつけて使ったりする方おいでると思うんですけれども、これね充電の時には取り外さないといけないじゃないですか。でそうではなくて、このタイプのものってこのまま充電器につけられるし、またスタンドにもなるし、こういうふうにですねリングとしても使える。僕もねこうやってよくね iPhone で撮影しました。すごくね便利な機構なんですよね。であとこのヒンジの部分、気になる方おいでると思います。よくねスマホリングだと稼働するところがスカスカになってしまったという話を聞くんですが、これ8ヶ月前から使ってますけれども十分硬いです。はい、ですのでねこうやってスタンドとして安心してね長く使えます。ただ一つだけ欠点があるんですよ。弱点と言ってもいいんですが、そこはご承知おきいただきたいんですが、これね縦置きの場合は角度調整が結構できるんですよ。こういうふうに寝かしても置けるんですが、どうしてもねこのリングがこの方向にしか動かないので、横置きの場合は角度調整がねできないんですよね。ほぼこの状態で固定です。そこだけねちょっとお尻置きください。まあそれ以外はですね本当にこれね便利なね機構だと思います。次にねクリアタイプとブラックタイプですね、それぞれのメリットをご紹介していきたいと思いますけれども、まずねこのクリアタイプ、僕ねケースコーさんのクリアケース本当にねおすすめしてるんですよ。なぜかというと、こういったクリアケースってまあ僕がそうなんですけれども、 iPhone のね綺麗な背面を楽しみたいわけですよ。でも裸で使うのは嫌なので、こういったねクリアケースを使って、まあ、iPhone の背面を楽しみつつ、デザインを楽しみつつですね、なおかつ iPhone を綺麗な状態で保つということをするわけなんですが、このクリアケース自体がどうしても黄ばんでくるんですよね。長期間使ってると黄ばんできます。ところがですねこのケースコーさんのクリアケース、どういう技術なのか僕は分かりませんけれども、黄ばまないんですよ。ほらこれね8ヶ月使ってるもんですよ。全然黄ばんでないでしょ。こちら新品です。ほら見分けつきます？これすごくないですか？でポリカーボネートのねこの背面の硬いところ、ここは黄ばまないんですけれども、ここもですねやっぱり他のメーカーのものと見比べると透明度が高いんですよ。ちょっとねやってみたいと思いますが、はい、こんな感じで見ていただくと、このねクリアケースを通したステッカー全然違和感ないですよね。すごく綺麗なんですよ。まあ8ヶ月も使うと若干この汚れはありますけれども、この使い込んだケースでもこんな感じですよ。まあ細かい傷はね当然入るんですけれども、それでもねこれだけ透明度を保ってくれています。ということで長く綺麗に使えるクリアタイプのケースということで、ケースコーさんのクリアケースおすすめする最大のポイントになります。でじゃあこのブラックタイプはどうなのかっていうことなんですけれども、これはこれでねいいんですよ。こういうねブラックのマットなタイプのケース、まあちょっとねこれマグセーフ対応のものではないんですが、これ13 Pro 用のケース使っていました。でご覧の通りですね全然汚れてないでしょ。
実はこのねケースコーさんのこのマットなタイプのケースって本当にね指紋がつきにくくて、なおかつついてもですね汚れがね目立たないんですよ。まあこれはもちろんね新品だからということもあるんですが、これ1年半ぐらい使ってるもの見ていただいて分かるように、ほらここにねちょっとだけ指紋の汚れがついてる、見えますよね。でもあんまり目立たないでしょ。これがすごいとこなんですよね。であともう一つは、こうやって握って使うじゃないですか。 TPU 素材のところもマットな加工がされているんですけれども、長くね使ってるとここがすり減ってきてテカってしまうことがあるんですが、ご覧ください、テカってないでしょう。ここがねケースコーさんのケースのすごいところです。ということで今回ね15 Pro シリーズ、結構ねマットな色合いのデザインのものが出てきているんですけれども、それにねぴったりだと思います。もちろんね白いモデルにも合いますし、このマットで黒いかっこいい状態がこちらのケースも長く続くということで、このねケースコーさんのケース、僕は両方ともおすすめしております。はい、いかがだったでしょうか。今回はですねケースコーさんの iPhone 15 Pro 用のマジックスタンド機構のついたケース2種類をご紹介しました。今ね15 Pro 購入を検討されている方、おそらく iPhone ケースも購入されると思いますけれども、そのね参考にしていただけたらと思います。でこのね本当に2つともね僕おすすめなんですよね。でね、このマジックスタンド機構のついてる iPhone ケースってお値段がねちょっとお高いんですよ。そこがねちょっと躊躇されるかもしれませんけれども、ただねちょっと考えてほしいんですよね。このマジックスタンドがあると iPhone のスタンド、これ必要ありませんし、あとまあよくねこういうリングですね購入されると思いますけれども、それも必要ないんですよね。それを考えるとねこれ決して高くないですし、リングによってはねさっき言ったようにこの稼働するところがすぐにねバカになってしまうというものもあったりして、また買い替えないといけないという場合もありますので、値段に関してはねかなりお得な値段なんじゃないかなと思っております。で何よりもねやっぱり長く綺麗に使えるというのがこのケースの僕の最大の推しの部分です。ですので iPhone 15 Pro 購入の際にまず最初の1個として購入されるのをおすすめしたいと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。